今日はみんなに日々デブと言われるので俺の運動量をお見せしちゃうぞ。まずこちら穴掘り。俺はもともと狩猟犬なのもあって穴を掘るのが得意なんだ。それにしても何も出てこねえな。次にこちらサメとの対決。こいつはすでに内臓破壊済みだぜ。次はこちらヒモサンマ。これがなかなかの運動量になる。ちなみに引っ張ってるお姉ちゃんも重労働になるらしいぞ。次もまたヒモサンマ。でもこちらのカラフルなヒモサンマもう細すぎてブチブチに、あとちょっとでブチ切れちゃうぐらいにしてやったぜ。次はこちらウサミミサンマ。このウサミミさんはすでに天国まで葬ってしまった。ちなみにこれはお姉ちゃんの足だ。お姉ちゃんはめんどくさい時こうやってあんよで俺と遊んでくれる。なんてズボラなんだ。次に風船さんだ。こいつはプカ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 勝手に動くんだ。生きているのかと思っちゃうぜ。こいつは何回頭突きしても壊れない丈夫さがある。ちなみにお姉ちゃんは持つのがめんどくさくなるとこうやって壁に吊るしてくるんだ。俺はこの高さだとなかなか届かないんだよな。でもお姉ちゃんに助けを求めても助けてくれないからしょうがなく一生懸命ジャンプするんだぜ。それでもお姉ちゃんは助けてくれないけど何度も何度ももう無理だよって言うとやーっとのことで下ろしてくれる。こいつはなか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 壊れない風船ぷよぷよさんだ。だがもう実はすでに破壊済みなんだぜ。俺にかかればまあどんなものもちょろいぜ。こちら破壊済みのぷよぷよ風船だ。まあ俺にかかればちょろいもんだがこいつはなかなか持った方だぜ。ちなみに俺は風船じゃなくなっても興味を持つがビニールを食べちゃいそうだからポイとされた。最後に俺の天敵は掃除機くんだ。こいつはなかなか強いんだ。俺はめっちゃ攻撃を仕掛けてるのに仕方されることが多いんだ。ただだん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 母ちゃんがイライラしてきちゃってこうやって攻撃を仕掛けてくる。こいつはウィーンってえげつない音を立てながら俺の気を吸ってこようとするんだ。今までの敵の中でなかなか手強い。なぜまだぶっ壊せてないからな。いつになったらこいつをぶっ壊せることやら。ただこの掃除機くんには仕事があるらしく俺とずーっとずーっとこうやって戦ってくれるわけではない。俺の攻撃にビビってるのか何なのか次はずーっと床さんの方の毛を吸い込もうとするんだ。俺は構ってほしいから一生懸命追っかけて戦おうとするんだがあちこちに逃げやがる。おい掃除機戦えと言っているんだがなかなかこっちを向いてくれない。これは戦意喪失ということで俺の勝ちでいいのかまだよくわからんがこいつとの戦いはまだまだ続きそうだな。俺の日々の運動はこんな感じだぜ。